杉並区内で2件の特殊詐欺が発生しました。まず1件目、阿佐ヶ谷南で70代の男性が還付金詐欺の被害に遭いました。先月27日、区役所をかたる者から還付金がある、銀行で手続きできるなどという電話があり、その後今度は銀行をかたる者から ATM で手続きできる、 ATM に着いたら電話をしてくださいと電話がありました。話を信じた男性は無人の ATM に行き、携帯電話で指示され、犯人の口座におよそ97万円を振り込みました。成田西では80代の女性がキャッシュカードを騙し取られる詐欺被害に遭いました。今月7日、区役所をかたる者から女性宅に医療費の還付金を受けられるなどという電話がありました。翌日、手続きをするカードの確認の名目で自宅に来た銀行員を名乗る者に、女性は暗証番号とキャッシュカード1枚を手渡し、その後口座からおよそ50万円を引き落とされました。電話口でお金に関する話が出たら詐欺の可能性が非常に高いです。相手と直接やり取りしないよう、留守番電話を利用して詐欺被害の対策に心がけてください。少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず、必ず家族や警察に相談してください。